デスボイスの子で覚えてくれればと思います。はい、
ウェイに行くか、あの踊ってる時すっごいね、踊りづらかったこれ意外と。はい、次2曲続けてたんですけど、1曲目がすごいかっこいい踊る曲、多分皆さん知ってるかな、いやわかんないです、ボーカロイドとか好きな人、いやボーカル、うん、わかんないですけど、まあ、知ってる人がいたら、あこの曲知ってる的な感じでね。で次の曲は普通にアイドル曲なので、よかったら皆さん手拍子よろしくお願いします。では次の曲聴いてください。気づかないと思っているの、光には幾度だと嘘をつけない Thank you.
はい、ここでちょっと物販紹介させてください。よいしょ。はい、一応平行物販なんですけど、物販内容がチェキ 1枚1000円、お持ち帰りチェキ1500円、グループチェキ、グループいないからこれはなしで、キャップ、帽子ですね、帽子が2500円なんですけど、2500円でまだ買ってくれた人が3人あまり売れてないんですよ正直だからよかったら買ってください。タオルと T シャツもあります。タオルはですね、なんとタオルのど真ん中に今流行りまんじが書いてあるんですよあとなんと他のアイドルにはない1回500円でビンタか蹴りをします。一応ぶっ壊れる系アイドルなので、あの物販もちょっとぶっ飛んでるんですよ。よかったら試してみたい人はいるかわかんないですけど、お願いします。はい、ってことで次が最後の曲なんですよ。あ、ありがとう、一人だけね、ありがとうね、ごめんね、なんかね、みんな多分シャイなんだで、あ、その前に告知したいと思います。今日この後ジェイランドさんでライブ出ます。そしてなんとあの SIF 札幌アイドルファクトリーの新人アイドルの田島ほのかちゃんと工藤あすみちゃんが2人であの初ステージだったので、よかったら見に来てください。ってことでラストの曲になります。なのでよかったら皆さん一緒に盛り上がってください。寂しく煌めく君の瞳。
Twitter フォローとかよろしくお願いします。物販もお願いします。ありがとうございました。